さん、久喜商工会10周年を迎えることができました。ありがとうございます。青年部第6代部長の中村智彦です。不景気をご利用されている皆様、いつも学校お仕事お疲れ様です。不景気商工会は今年で合併して10周年を迎えることができました。これもひとえに皆様のご支援のおかげです。ありがとうございます。これからもやってみようをモットーに、皆様に喜んでいただけるような事業を展開してまいります。また久喜市商工会合併10周年を記念して、1月27日の土曜日に総合文化会館にて、たくさんの露店で楽しんでいただけるスーパークキンド市を開催いたします。ご家族ご友人を連れ立って、ぜひお越しください。ありがとう。久喜市の皆さん、いつもありがとうございます。